でもミュージカルだったんですね、最初は。そうです。もうダンスも必死でやりました。稽古終わった後に公園で練習したり、ちょっと上手い子を見つけては、ねえ、これから時間ある？お願い教えてって言って引っ張っていって、都庁の下だとか、公園だとか、中央公園だとかで踊って一生懸命練習して、で、振りが覚えられないって言ったら、絵描いたらいいよって言われて、ノートに一生懸命書き写したり、もう散々やりましたね、そういうのは。もう必死で必死で。割とこう新しいことの経験がずっと続きながら。ずっと続きながらですね。でも、お辛いとか思ったことはなかったんですか？辛いこと。まあ、確かに、辛いと言うんだろうか。一生懸命やってるうちは、やっぱり楽しいんですよね、そういうことでも。なので、辛いというよりは、それも含めて全部楽しいかなっていうふうに思います。あと、正直、経済的なことに関してはきつかったです。どういうシステムになってるんですか、劇場っていうのは。その金銭的な、経済的な部分で。うちの劇団は、手売りのチケットなんですよ。手売りのチケットで、チケットノルマ制で、一番最初の初演の舞台が64枚のノルマで、それ以降は全部100枚ノルマでした。で、一番高かったのは、ルミネでやった時なんですけど、あれはキャパが400あるんですよ。それまでのところは200ぐらいのキャパなんですけど、ルミネキャパは400あるっていうことで、150枚ノルマだったんです。もうそれがきつくてきつくてですね。要はだから結局売れないと自腹を切らなきゃいけないわけじゃないですか。あ、そう。そうです。なので結局、それでお金が払えなくて、いろんなところからお金を借りて、それで芝居ができなくなるっていう子がすごくいっぱいいました。皆さん興味持って買ってくださるわけじゃないんですか？ないですね。ほとんどお友達たくさんいる人は友達が買ってくれるんでしょうけど、先ほども話したように私ほとんど友達がいない状況だったので、東京なんだからチケット売れるでしょって言われたんですけど、地方の子たちもいたので、でも東京でもやっぱり私みたいな人間はチケットが全然売れないので、でしょうがなくてですね、道端で、全く知らない人に、大体カップルに声をかけて、すいません、芝居見に来てください。チケット代いらないんで。っていう。次のデートでどうですかみたいな感じで、150枚の時は90何人呼ばないと、クビっていうのがあったんで、もう売れない分はしょうがないから、ただでもいいから来てもらおう、みたいな感じで。その後、面白かったらきっと来てくれるかなみたいな、わずかな希望で。いろんな劇場にチラシを、置きチラシをさせてもらったり、あとはうちの場合は、一つ、まあ、特殊というか、特別ラッキーだったのは、布施宏さんっていう俳優さんが、主催してる劇団なので、割と当時は有名な俳優さんだったんですよ。なので、まだテレビにも出ている頃だったので、テレビで宣伝していただくという感じでしたね。それでもやっぱりほとんどお客さん来なかったかな。満員にはならないです、これでも。劇場ってそうあいとうはものもう、なんですか？劇場ほとんどそんな感じです、うちは。商業演劇なんかだとやっぱり大々的に宣伝をして、でもその分チケット代がものすごく高いんですよね。うちのチケット代とても安いので、でもそ割のと手頃に。チケットを売って、それでその売ったお金っていうのは何のために売ってるっていうことになるわけですか？劇場を借りるためのお金と、音響さん、照明さんのスタッフさんにお支払いするお金、あとは大道具、小道具、舞台美術にかかるお金ですとか、そういうものになってきます。なるほど。ということは、それが売れなければ、皆さんで分担して払うということになるんですか？そうです。なので、そのチケットノルマが払えなかった場合には自腹になるという感じですね。
そのノルマの中でやりくりをするという感じなので、高い小屋に入ってしまうと、それだけたくさんチケット売らなければいけないばかりの舞台なんですけど、前半の頃はですね、大体何人ぐらいとか40人ぐらいはいたんじゃないですかね。ものすごく人数大所帯でやってたので。それで皆さん、そうやってチケットを売ってやってらっしゃる。でも、ということはそれが普通なわけなんですね。そうですね。そういう形でやってました。大変ですね。でも、そうか、それが好きだからできるわけ。皆さん、情熱持ってるからやれるっていうことなんでしょうか。うん、ただうちの親分がですね、スポンサーをつけるのものすごく嫌がるんですよ。へえ。スポンサーをつけると本当に制約ができてしまってやりたいことができなくなるから、スポンサーはつけたくないっていうことでそれだけ苦しい思いをしてますね。なるほど。そんな簡単な話じゃないんですね。はい、ね。そんな感じでしたね。もう本当に必死にやってたんで、で、まあでもやっぱりさすがにチケットノルマ自腹が嫌なんで、必死で売り歩いた結果、病気になったんですよ。さっきのお話の。もう年歩いて、だいたい朝10時から夜10時まで稽古をやって、その後にチケット売りに行ってっていう生活をしてたんですよ。なるほど。そこを壊して、死にかけたっていう。でも日本ではそれが普通なわけなんですよね、きっと。そうですね。結構、うちでもチケットノルマ100枚っていうのは、多いよってみんなに言われますけど、でもそれでやってましたね。でも生活はそれじゃできないから、仕事もしてなくちゃいけないんでしょ？そうですね、結局、はい。やってない間は、他で働いてっていう感じになります。また芝居だけやってられたら一番いいんですか。でも楽しいお話伺えてよかったです。また来てくださいね、もう一回。はい。またよろしくお願いします。やっぱりチケット代をね、取らないで売るっていう、その、やっぱりみんななんとなくはね、そんな感じは知ってても、ね、実際にやってらっしゃった方から聞き、ちょっとリアルに来ますね。もっと楽しく知りたいということなんで、そのね、病気してまで、お体を壊してまで頑張られた、アーティスト魂を次回はぜひまたもっといろいろいただきたいと思います。ありがとうございます。